はい、ユーストリーム、YouTube ご覧の皆さん、動画配信の皆さん、こんにちは。まもなく野菜さんアンテナスタートでございます。最初から言っときますけども、これ、著作権法の関係で、音楽が流れませんので、その間も喋ってたいと思いますので、ぜひともお楽しみいただきたいと思います。まもなく野菜さんアンテナ本番収録スタートです。はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、今日は11月の25日の金曜日、再放送が11月の26日土曜日の15時ということで、まずは気になる週末のお天気、宮平愛さん、お願いします。はい、沖縄本島地方11月25日の天気です。晴れ、最高気温23度、最低気温18度、降水確率 20% です。はい、明日11月26日土曜、はい、晴れのち曇り、はい、最高気温25度、最低気温18度、降水確率 20% です。はい、明後日11月27日日曜日、はい、はい、曇り時々雨、最高気温24度、最低気温20度、降水確率 60% となっておりますね。はい、明日今日はお元気ですか？大丈夫ですか？お元気ですよ、元気です。なんか今日飲みすぎの顔してますけど、大丈夫ですかね？昨日は全然飲んでない。飲んだら珍しいですね。はい、珍しいです。はい、はい、沖縄地方の週間天気なんですが、今日11月25日からあと12月1日の分なんですが、向こう1週間は前線がいや湿った空気の影響で曇りや雨の日が多いでしょうということで、最高気温最低気温はともに25日は平年より今日は低いということで、うん、その後は平年より高く明日からまた上がってくるということなんですけれども ね、あれ昨日も寒かったじゃないですかね。あ、そうですね、はい、ね、はい、だいたい南城市とかああいう田舎の方はね、はい、だんだん結構寒いですよね。寒いんですよ。寒なのに。寒くて、もう18度とか言って、なんか国の人の奥とかなんとかいうところは 15. 点何度っていうことで、ね、記録したということで、寒いですよね。はいはいはい、そうだけど、明日からまた暖かくなるから、なんか会社でみんなブレザー着たり、はい、ジェネリック着てる人が随分増えたんですけど、はい、どうしようかなと思って、でもさ、デブって暑い見られるのが非常に嫌なんで、いや、できるだけここは我慢しようと思って、かりゆしてまだ通しております。はい、そうなんです。あとですね、あれなんですよ。ちょっと今日お昼なんですけれども、お食事中の皆さん大変申し訳ないんですけれども、私ですね、先週末、沖縄の大先輩が釣りに行ってきたから刺身をお裾分けしようということで、連絡があって食べ行って、ピンクの刺身でカジキかなと思って、3切れぐらい食べたらむちゃくちゃうまかったんですよ。そしたらですね、明日は会社休みならもっと食べていいよっていうんで、これなんていう魚ですかって言ったら、インガンダルマっていうんですけど、知らないですか？やばいですこれ。ですね、初めて聞いた。これね、後で気づいたんですが、南大東島屋なんかでは名物で出るんですけども、インガンダルマ食べるときはパンパスをしなさいって言われてるぐらい、これもう食べたらすぐっていうか、10時間後ぐらいには全部流れちゃうってやつで、やばい。でも綺麗な油なんです、でこれも油の成分はトロの、いや、じゃあ、マグロのトロの一番美味しいの脂身よりもさらに上質の脂なんで、これずっと食べたらいいんですけれども、うん、ただ必ずそのまま出てしまうというやつで、沖縄で釣れるって知らなかった？僕泣いちゃうなのに、知らない、知らない、初めて聞きましたよね、そう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 、一応ね、アブラソコムツっていう名前とバラムツっていう深海魚でございます。へえ、超貴重な魚でございます。すごい。はい、ということで、私ですね、それ以来ちょっとなんか今ダイエットにそのままこれが流れておりまして、はい、123キロとか124キロあったのが今 127.8 とか、今日朝ほう、うん、まあ、精神的な悩みもいろいろあるんですけども、いいですね、結構下がってきてます。すごい、うん、下がってますよ。出ちゃったんだ。出ちゃったんだ、うん、あ、出たって全部出たってこと。だからお昼の話じゃないんですけども、一応そうなっております。はい、沖縄移住13年目に突入で、株式会社オーバー沖縄島内町オムリンコと大村慎一郎と。こんにちは、お酒大好きシンガーソングライターの南城出身宮平愛です。昨夜は何時まで？本当に一滴も飲んでないです、私。珍しいじゃないですか。そうなんですよ。朝弱いのね、雰囲気が。いやいやいや、
や、そうでもないんですけどね。よかったよかった、今番組始まったら戻ったやべえ今日どのテンションだと思って今日すごい考えてましたけどで、ということで、はい、進めていきましょうね。はい、本日のやさやさアンテナの番組内容なんですが、オープニングの後 CM を挟んで今週の気になる記事、今日は何の日、そして愛の今週のイベントコーナーってたくさんありますよね。そして今週ねイベント結構ありますので、そこら辺本当頑張ってほしいんですが、で今週のゲストコーナーでございます。前回の出演の時にもですね、リスナーの皆さんから大好評でした、はい、もっとお菓子を楽しもうっつって株式会社南宝、ね、マーケティング部企画推進課ブランドチーフそこいらないですあ、いやいやすごいですね、すごい下地あゆみさんでございます、こんにちは。はい、こんにちは。もうねここは慣れてると思うんで、はい、もう一緒にね、進めていきましょうね、はい、もうすごいあのいろいろ引き出しがどんどん引っ張っていいですからね、はい、私より多分慣れてらっしゃると思うので、はい、なんかあの去年の今頃とかどっちかというとなんかあのアイスケーキ売ってたような気がするんですけど とりあえず今日は違う話で来てんですね、はいはい、やっぱりケーキの関係ですか。あ、はい、もちろんあのアイスクリームではなくて、今回は今はあのお菓子屋さんにいますので、はい、美味しいお菓子だったりとかケーキ、まあ、11月で言えばということで、はい、紹介したいと思ってます。はい、もう本当に南宝さんの、ね、お菓子は美味しいです。でも私、うん、昨日病院に行った時に、はいはい、ちょっと糖尿が濃く厳しくなったって言われて、前は軽かったから良かったんですけども、はい、そろそろ本当に、ね、セーブしないとやばいですよっていう話になってたんですよ、はいはい、だからちょっと控えめでもね、なんかあれでしょ、このチンスコの中でもカロリー糖分控えめがあるの。はい、はい、チンスコライトっていうのがあって、うん、あのおからを使って作られたチンスコもありますので、はい、あそう、ぜひそちらでしたらでも甘いもの食べちゃいけないんだよ基本的にはそうですね。でももう原因わかるの、そのロンロンっていうね、なんか沖縄の人が地元であるってよ、こうやってチューチューアイスみたいの1本30円とかで売ってた。だってユリさん食べたことあるって。ミッキーとかではなくてですか。はい、なんかロンロンっていうやつ。え、あそうか、ユリさんは北部だから知ってんだ住んでんのが、あのアイスティーの、そう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 、それでなんかキリンとかなんかのなんかオレンジとアイスティーのやつ、アイスティーは違う、あ沖縄そういうのたくさんあるのね。そうそう、チューチューいっぱいあるんですよ、うん、それで今度新しい商品ができたからとりあえずこれ飲んでくださいってボンって30本渡されて、それでうちの従業員にも渡したんだけど、誰もさ冷蔵庫から出さないから毎日毎日こうやってチューチューを吸ってたらやっぱり相当あれは入ってるよ。うん、そうね、あれ凍らすやつって相当甘くないとダメでしょ。そうですよ ね、だからやばかったやばかった、そのせいにはしませんけれども一応3月を目標にね、今度だからそれでシーカーサーの名越と組んで、うん、シーカーサーの果実が入ったそのロンロンができるんで、それのプロジェクトになぜか私も入って、ね、一緒に頑張りましょうっていうことだったんで、じゃあまずの飲まなきゃっていうか吸わなきゃだったんですが、やばいですね。ということでなんか変な話をしてる間にどんどん進んでいってますけれども、はい、一応じゃあ、あそうですね、下地さんでした、こんにちはって言ってそこで終わったんでしたっけ。そうですそうです、はい、そうですね、はい、じゃあここからいきましょう、はい、今日も茶谷町くわえは茶谷二来センター内FM 二来本スタジオから公開生放送でお送りいたします。はい、それで、オープニングでフリーペーパー沖縄ガイドブックやさって言ったけど、今日やばい持ってきてないじゃないですか車の中ですね、申し訳ないです。あの一応これですね、沖縄観光の 70% を占めてレンタカーを使うお客様遭遇率ナンバーワンでございます。ただね、あの今は修学旅行の方がすごく多い時期なんですね。だからレンタカーもやっぱり 50% ぐらい、ああゆりさん偉い、もう本当もう秘書にしたい、あ嫌でしょうね絶対多分ゆりさん太りますよ僕と一緒にいたら。はい、ということでこのね、こちらの方ですね、なんだこれどこまで行ったんだっけ、はい、分かんなくなったけどとりあえずはい、こちらの方ですね、44号掲載のですね、恩納村のインターコンチの、マンザビーチホテルのですね入り口にある炭火焼きスペアリブの店なんちちっていうのを知ってます。ここね、あの沖縄で唯一のかやぶき屋根のレストランなんです。結構こう目立つんですけども、ここの名物の炭火焼き早期っていうのをこれ一度食べたら本当にこの塗ってるソースが超うまいそうです。これもあのブログとかあちこちにも出てましたね。でこちらの方ぜひともということなんですが、やさクーポンでビール1杯またはシーカーサージュース1杯をプレゼントということで、これは嬉しいということでございます。ではこの、沖縄ガイドブックやさの設置場所、二日酔いですが大丈夫ですか。二日酔いじゃないです、はい大丈夫です。あんまりそういうこと警察が多分尾行しに来るよね、はい、本当にないですやばいですね、はい。はい、じゃあ愛さんお願いします。はい、茶谷町ですとビーチタワーホテル、ベッセルホテル、ヒルトンホテル、テラスガーデンホテル、ホテルモンパ、ホテルハンビーリゾート、ホテルアメリカン、
宜野湾市ではラグナガーデンホテル、ホテルフェストーネ、ホテルムーンオーシャン、またスタジオすぐ近く、カーニバルパーク1階、ドラゴンパレス1階で受け取れます。那覇空港ではコンベンションビューローカウンター、旅行総合案内所 LCC ターミナル、売店専用スタンド、那覇市内ではユイレール各駅、レンタカー営業所30カ所、60ホテル、沖縄本島全域のホテル、道の駅などで手に入れられます。はい、ということで、皆さん地図が見やすいと評判のね、この沖縄ガイドブック、皆さんぜひともお願いいたします。はい、はい、じゃあ進めていきましょう。沖縄観光情報オムリンと宮平愛の野菜さんテーマということで、どっから行こうかな。じゃあここ飛ばしてみましょうね。一応ユーストリームとか YouTube とかでも見れますよということと、サイマルラジオというのがあって、これ別にこの近く FM のコミュニティ放送局っていうのはみんな最高でも20キロワットって言って、はいはい、すごく弱い電波しか飛ばしちゃいけないことになったんですよ。うん、本当は細工すればね、FM 沖縄みたいに飛ばせるんですけども、そういうことやったら捕まっちゃうんですよね。だからできないということなんで、で、これじゃあ皆さんどうしてるかって、でもみんなに聞いてもらわないといけないということで、皆さん今度はインターネットラジオということで、これサイマルラジオっていうんですが、これを使って皆さんお聞きいただいてるんです。で、再放送。聞いてみたら今度そうですね、うん、曲も入ってるから、ね、はい、ユーストリームや YouTube の場合はこれはそうそうそう、曲が入ってないんで、はい、ずっとなんかさ、ほらもう事務所やんなっちゃうとかそういう話も全部さ聞こえちゃうんですけども、そんなの違う、例えばですよ、例えばそこでそういう反応したらなんかまずいじゃないですか、なんかやばいやばいやばい、なんか今の反応やばいですね、はい、ということなんですが、ね、そうやって愛ちゃんもぜひね、こちらね、再放送聞いてみたら面白いですよ、はい、ね、見てみます、スマホで聞けますからね、うん、ぜひこれ、FMT というですねアプリがありますから、そこから引っ張ってもらうと、あれです、このタイムテーブルから何から全部出てます。北谷町の天気とかそんなのも全部出てますから、ぜひともご覧になってください。あと、リスンレジオ、リスラジの中からも引っ張ることができますので、これは全国のいろんなのが聞けますんでね、ぜひとも聞いていただきたいなというような形でございます。はい、はい、では